じゃあ最後ですね、まあ、大随煩悩の、残り3つを、お話をさせていただきます。不承知というですね、随煩悩、常顧、懇人と、まあ、こうね、あります。まあ、普通はあの、大随煩悩といったら、まずあの常顧と懇人の説明が最初に来るんですけども、まあ、これ非常にちょっと説明が難しいので、まあ、最後に持ってきた方がいいと思って私はあえて順番を変えました。まず、不承知からですね、不承知とはどういう煩悩かと言いますと、文字通り、正しく知らずとありますから、まあ、間違って知る心、これが、不承知であります。間違って知る心ね、間違って知る心が、不承知という、煩悩であります。物事を間違って理解する、知る働きね、まあ、これが私たち学識の中でもう働いてるんだとこう言われるんですけどね、物事を誤って理解する心、もう遠出この根っこにあるのは愚痴でありますね。物事に理が、物事がわからない、そういうねところからこの煩悩も、これは当然愚痴の力ね現れてくる煩悩です。で、物事を間違って理解するから当然ですね、この悪い、ね、悪業、悪い信号、苦業ね、鬼煩と言いまして、間違って理解するから、そやっている行いは全て体や口は悪いことを言うたり悪いことをやったりすることにつながりますと。だから正しい知恵を起こすのが大事なんだというのが、まあ、この話の結論になります。早速、見てみたいと思いますね。現状三図はどうおっしゃってるか。いかなるおか不承知という、所感の境の上に、ね、物事を正しく見ようとする対象に対して、病下するをもって承となし、よく承知を抑え、ね、正しい知恵という善があるんだけども、この承知する、正しく知るという、善を妨げ、そして、希望する、犯す、これ古没、犯すね、そしる、希望する、悪いことをすることを希望と言いますね。間違った行いをすることを希望と言います。希望するをもって業となすと、こうおっしゃってますね。病下とありますけど、これはあの誤病の病ですね。病下、すみません、誤病という言葉ありますね。謝る、謝る、ね、これ謝るという意味ですね。ごんべんに恋字を書いて謝る、謝って理解する、つまり間違って理解していると、これが非常にこれ結構これ問題となる、実はこれ煩悩なんですね。私たちはですね、この不承知を不承知と知れば、この不承知は乗り越えられます。多くの人はね、自分は間違って理解しているということが自覚しないんですね。私は正しく理解していると思ってるんです。仏教ではまず皆さんにね、あなたは間違って理解してますよと、例えば自分に対して、自分に対して側で理解してますから、自分の本当の姿を知らない。また世界に対してもね、間違って理解しているというところに立てば謙虚になって正しく知ろうとするんですけども、我々はここに立ってないためにこれをなくすことができないんです。仏教ではまず不承知、あなたは間違って理解してますよと、これを不承知と知れば、この不承知は乗り越えられます。この不承知の状態ではですね、私は不承知であるという自覚も生まれてきませんし、生まれるきっかけもできません。だからこの不承知を解決するにはね、承知ね、この不承知に対して仏教では承知という善があると、物事を正しく知る、この善心を起こす以外にないと、物事を正しく知る、これによって
不承知というね、煩悩をなくしていくんだというのが結論であります。だから間違って見てるなって思うことも承知、そうですね、自分というものは、ね、どういう考え方をしているか、自分というものを要は客観視するね、まあ、この煩悩全部そうですけどね、これでもありのままに客観視するのが承知なんですね。正しいのはどういうことかわからないけど、自分の見方は間違ってるなと思うのも承知、うん、まあ、正しい教えがことがわかれば間違いが間違いとわかりますね。何が正しくて何が間違いかがね、分かりますから、やっぱ仏法をしっかり聴聞して、正しい物差しを、ね、自分がしっかり理解することが大事ですね。だから仏教はやっぱり聴聞に極まる教えで、知恵の眼を開く言われますね。知恵というものが私たちないから、知恵というものの目を開かせるね、これが大事なんだと。だから物事を正しく知る、ね、だからやっぱり聴聞が一番なんです。聴聞して物事を正しく理解する、私とはどういう姿をしているか、ね、この世は世界は一体どうなっているか、これ全部、ね、世界は諸行無常であり諸法無我であり、また縁起といって全ては因縁和合して今しばらくねとどまっているだけで、ね、実体というものは何一つないんだと、全ては空であるということも真理ですけどね、まあ、そういうものを正しく物事世界を自分を知っていくと、そして自分の心も正しく知っていくと、これやっぱりこの正しく物事を知るという、まあ、前進、ね、この承知によって、これ承見とも言いますね。承見、物事をあるがままに見る、ね、これ承見と言いますね。物事をそのまま見る、これ承見ができるから、この後ね、承知意承語承語といって物事を正しく知り考え、正しく言葉を、正しい言葉を使い、正しい行いができるようになると。まず物事をそのまま見る、ね、これが仏教なんですね。まあ、ちょっと専門用語で言いますとね、如実知見と言いますね。証券のことを如実、あるがまま真実の、これ如はこれあるがまま、真実事実をあるがままに知見、知る、見る、これ如実知見と言いますね。物事をあるがままに、ね、知ってください。物事をあるがままに見なさい。これがあなたが幸せになる方法ですよと。如実とはあるがままの現実、あるがままの真実をそのまま正しく見る、これが仏教ですよということで、この正見、これによって善が起こせる。逆にこれが邪見ならば、一切の悪行は邪見を持って起こると言われますように、これが間違った見解ならば全て悪になりますね。だから不承知、間違った理解をする、ね、誤った理解をするから、具体的な働きは希望といって、どんどん悪をね、心が間違っていたら信号も苦号も、もちろん異号も苦号も信号も全て悪号を犯すことになりますよと、こう教えられます。これが不承知であります。じゃあ最後ですね、この浄土と根性についてお話をしたいと思います。まず浄土でありますけどもね、これはですね、動く騒がしい心が浄土、相置で言いますと相にあたる状態、心がウキウキした状態、動き騒ぐ心を浄土と言います。根性は重く沈んだ心、鬱の状態を根人と言います。だからこの根人と浄土は対の概念とも言えますね。でこれは私たちですね、これを克服することが非常に仏道修行において、大事なので、ちょっと非常に難しいちょっと定義が、なされております。まず漢字の意味を見てみたいと思います。まずこの浄土ですけどね、この浄土はこれ竿という漢字ね、竿、高く掲げるという意味ですかね。竿というのは高いという意味があるんですかね。これ竿とか振るうとかね、高く持ち上げるという意味があるそうです。宙吊りにするとかね、これが竿、浄という感じね。子はこれは
手を上げるね、下から上へ上げることを挙と言いますね。手を上げる、上がるとかね、あの一挙手一投足と言いますね。手を上げる、これが上だから、上も子もこれ上げる、ね、心が上がる、動いたり騒いだりする心を上子と言います。それに対して、根人ですけどね、この根という字はちょっとこれも今パソコンで出てきませんから、なかなか分かりにくいですけどね、立身弁、心に位と書きます。この根はですね、位というんですね。このこちらの宇治に火と書いて、これで位というものですね。心が暗い状態、重く沈んだ心の状態が根なんです。だから沈む、ね、心が暗く沈んだ状態を根人と言います。まあこのね、二つの心、これがマナ式とともにいつも働いてますよと教えられます。どういうふうに働くかと言いますとですね、まあ読んでみると、いかなるおか根人となす。この心を境の上に、心をですね、いわゆる心を集中して沈めようとしたときですね、情を収めようとするときに、これは散乱といって、散り乱れてないんですね。対象は散り乱れてないんです。散り乱れとらずに、心をずっと集中してるんだけども、心を集中していても、ウキウキしてくる。ね。このウキウキしてくる。そういう状態ですね。ウキウキしてきて、心が静まることがない、ね、高ぶってこの騒がしく動き回る状態を言います。定義はですね、心を境の上に弱情をならしむるをもって小となす。弱情にさせない、弱情とはこれは文字通り静かで寂しい、心がずっと静まった状態、いやつまり情ですね。情、弱情とはこれ情です。涅槃弱情のことでありますから、アップダウンしない状態、これが涅槃なんです。このアップダウンしない状態、これ情の状態で私たちは物事をあるがままに見ることができるから、どんな現実もあるがままに受け入れることができると。情でなければ現実を受け止めることはできない、現実を受け入れることはできないから、仏教が目指すのは弱情なんですね。弱情、弱情を目指すのが仏教、これはまた中道とも言えます。ところがこの情子は弱情にさせない、ね、ウキウキしてこの高ぶっている状態になったのが情子なんだと。それで、具体的な働きは、ね、不弱情、ね、弱情ならしむる、ならざらしむるをもって小となし、行者と情、死、これを遮るのがこの情子であると。これ仏教では皆さんに対してですね、この行者という心が起きるように持っていく、情という心、心が止まった、ね、この煩悩が、ね、アップダウンしない、ね、心がとどまった状態、静かな心の状態を仏教で死と言います。あるいはこれを情とも言いますけどね、この状態に持っていくのが幸せになる方法なんだけども、それを障害の障で妨げる、さえる、妨げるをもって業と出す。行者という心を起こさせない、ね、情という心を止める、ね、止めるというのはこれは煩悩を起こさない、ね、心が安定した状態に持っていくことを妨げてしまうのが情子であると、こう教えられます。ですね、この禅の中でこの行者というね、心の働きがあります。まあ、これちょっと話したら難しいんですけども、簡単に言いますとですね、行者というのはですね、このね、仏教では心があって、ね、そして、むさぼらない、怒らない、ね、そして、愚かでない心、ね、頓人知の反対の心と、あと精進、この4つの心が一緒になったのが法一と、不法一と言いますけどね、不法一はその反対で、ね、愚かでない、怒らない、むさぼらない、そして精進の心をまとめて不法一、それプラス、ね、心が、ね、穏やかで、ね、この平等で、ね、
このアップダウンしない状態、ね、この常固でない、ね、穏やかな、ね、弱情でない状態のものを行者というんです。そういう禅なんですね。だからちょっとこれいろんな禅を混ぜてますけど、諸々の禅をね、この混ぜたこの不法一というね、これよりもよりレベルの高いそういう禅が教えられてます。まあ、舎といってね、こう執着を離れた、ね、平均台の上にねを歩くようにね、どんな状態になってもねぐらつかない、ね、あるがままに物事が見えてね、この浮き足だったりすることはない状態、ね、もう自然な感じでもう禅ができる状態、まあ、レベルが高い禅なんですけども、まあ、そういうね行者という禅を妨げるのが常固であると。たとえ心が集中できてもね、このウキウキしたりこの状態では物事を正しく見れないんだと。このねずっと対象一つに集中できてもこの浮き足立ってくると、これやっぱりですね、物事を正しく見ることはできないんですね。だからやっぱりですね、良くないんだということで、仏教はやっぱりですね、この心が沈んでもダメだし、興奮したものでもダメなんだと。これ興奮した状態ですからね。こういう状態では行者という禅を妨げてしまう。そして心を定める、ね、とどめる。こういうね、情を妨げてしまうので、これをね、やっぱりなくしていく、減らしていくのが大事なんだというふうに教えられます。これが情報でありますね。でこれに対して、次の概念が根人であります。ね、根人を見ていきますと、玄奘さんこうおっしゃってますね。いかなる丘根人と名付く。ね、心を境の上に、無堪忍ならしむるをもって正となし、教安と勘、物事を正しく見る、ありのままに見る働き、これを妨げる。ね、これが根人の、具体的な働きであると。こうはおっしゃってますね。ちょっと難しい漢字ばかりですいませんけども、根人というのは心がもう沈んだ状態、ね、落ち込んだ状態。まあ、今で言いますとスランプなんかそういう状態ですかね。スランプ。まあ、心が沈んだ状態を言いますね。まあ、張りを失うとか、あるいはもう立ち向かう気持ちがなくなった状態。ね、まあ、境遇に負けて、もう悲観的になったり、ね、もう絶望感やこの無力感に、苛まれている、抱いたりする状態が根人とも言えます。まあ、修行とかね、勉強なんかでもね、仕事でも、このスランプに陥った状態、まあ、平静な心を失っている状態を根人と言ってもいいと思います。まあ、こういう状態では、まさに知恵がない状態、物事を正しく見えない状態なので、うまくいかないんです。だからこの心をね、やっぱり減らしていく、なくしていく必要があるんです。で、どういう意味かと言いますとですね、無堪忍ならしむる。この漢字自体がちょっと難しいんですけども、まず意味はですね、堪というのはこれは耐えるですね、耐える。忍は、あ、すみません、これ忍はね、この字じゃないね。これ忍はですね、この字でした。すみません。任務の任です。無堪忍。任務の任ね。これは任せると言いますね。で、耐える、任せることができないと。ということで、これ実はこの堪忍の二字で実は教安なんです。心を軽やかに安らかにできないのが根人だと、ね。この私たちが物事を正しく見れる状態は教安と言いますね。物事を、ね、軽やかに、ね、安らかな状態でやってこそ物事を正しく見えると言われますね。仏教ではまたこの教安という禅があります。あの禅といっても合計11ありまして、ね、その中でこの教安という心は、ね、必ず常といってね、心が定まった状態、この状態の時にしか教安は起きないと。だから心がずっと集中できている状態じゃないと、この教安という、ね、軽やかな、非常に爽やかな状態、心も体も爽やかな安定した心になるには、常という自分が三昧、ね、念仏三昧の三昧ね、
この三昧に入った時じゃないとこの凶案は起きないんです。で、心が落ち込んだ時には軽やかな安らかな心にさせないんですね。落ち込んでしまったらこの爽やかな心、軽やかな安らかな安定したそういう心に無堪忍ならしめる、ね、無堪忍にさせるのが懇人であると。心を軽やかに安らかにさせないのが懇人であり、そして具体的に言いますとこの懇人に対してが凶案、情子に対しては実は行者というんです。こっちはまあ煩悩、こっちは善、こっち煩悩、こっち善という感じね。だから行者が起きれば懇人はパッと消えます。凶案が起きれば懇人はパッと消えるんです。不承知ならば、承知が起きたら、この物事を正しく理解する頃が起きたら不承知は消えるんです。この関係ね。光が差し込んだら闇が消える。この例えはこれを表しています。煩悩を、ね、闇に例え、ね、全身、ね、善、全身を光に、ね、例えて、光が差し込んだ瞬間に闇は消えると。だから仏教ではこの煩悩を退治する、煩悩を治療し、なくしていくにはこの全身、ね、良い心を起こす、この起こすにはやっぱりですね、念仏魂しかないと思いますね。教えを正しく理解する、ね、教える通り自分が実践することによってしか全身は起きてこないと思います。だからやっぱり聴聞が一番大事なんですけどね。で、この行者が起きれば情子は消えるんだけども、この行者がないときはもう情子が跋扈すると。凶案じゃないときは基本的にはもう懇人になる可能性はあるんですね。で、まずは意識でね、ね、この調子に乗らない、そして落ち込まないように持っていく、ね、意識はもう落ち込んでたら当然マナ式もそうなってますから、まずは普通マナ式はまあ、こういうほとんどこういう状態ですけども、ね、でも自覚できないからもう対処はする方法がありませんけども、でも意識では、自覚できますから、ね、で意識はではね、こういうね、調子乗らないように戒めていく、ね、落ち込まないようにしっかりね聴聞して心を、ね、安定させていく、そういう努力があって初めて今まで気づかなかったマナ式の懇人や情子もね、やがては気づいていくことにつながります。だから行者というものを、ね、妨げ、ね、この心を定めるということを妨げるのが情子であり、具体的な働き、それで懇人ならば凶案という心を妨げ、物事を正しく見るというね、働きを妨げるのが、懇人であると。で、これは特にですね、仏道修行によってこれ大事な働きになるんですね。仏教ではひとえにこの煩悩を、ね、減らしていく、これが仏教の目的ですね。この嗜観という言葉が仏教にあるんですね。有名な天台の書いた本に摩訶嗜観というのがあるんですけども、この嗜観という言葉の中でこの全てこのどうすればという問いに対して答えていくのがこの嗜観なんです。どうすれば煩悩を、ね、弱らせ減らしなくすことができますかという問いに対して、仏教では嗜観、ね、心を定める、ね、煩悩をとどめ、ね、この穏やかな、ね、弱情の心に持っていく、物事を心を沈めて、そして噛んであるがままに物事を見る、これによって煩悩を遮り煩悩を断つことができる。で、この嗜観ということを実践していくのが仏教なんですけども、これにこの嗜観を妨げるのがこの落ち込んだり調子に乗ったりする、たとえ座禅してね、心を集中させていても心が浮き足だったり落ち込んだりしてはいけませんから、だからこの形よりもっと心をね、重要視していくのが仏教なんですけどね。まあ、普段私たちあんまりこういうご縁がないですけども、でも一応仏教では煩悩を離れるためにはこの嗜観が大事ですから、だからね、このシート観、まあ原文ではこのシャマタ・ビバシャナといってね、シャマタというね言葉で死を表し、ビバシャナという言葉で観を表して、教行修習にもこれ書いてあるんですけどね、
まあ、そういう難しいことはちょっと言ったらもうついてこれなく、ただでさえこれでさえもね、もう大変だと思いがあると思いますから、あえて私はシャマタを死に変えて、ビバシャナを漢に変えて今書いたんですけどね、物事をね、正しく見るにはまず心を鎮める、ね、安定した状態、浮き足立った状態をね正し、落ち込む状態も正して物事をあるがままに見るように持っていく。だから仏教これを一言で言うと中道なんですね。落ち込むことも調子に乗ることもない、ね、物事をねアップダウンのない状態、これがまさに弱情であり、ね、狂安、ね、の状態だと。だこれをね常日頃からきちんとした戒を守ることによって、日常生活をしっかりきちんと守ることによって、少しでもね安定した心の状態に持っていく、ね、まあ私たちなかなかね、心を定めることはできませんけどもね。でも努力によってね、この情の力はつくと教えられますから、これ情力と言いますけどね、この心を定める力、もともと私たちは生まれながらにして持っていると教えられます。有識ではこう教えられますね。もともとあなたが、皆さんが持っていた情力を聖徳情といってね、生まれながらにしてあなたはね、そういう情力を持っているんですよと。例えば赤ん坊でもね、小さな子供でもね、集中しておちちを飲んだり遊んだりすることはできるんですね。これ仏教で聖徳情と言いますね。生まれながらにして得られている情、これ過去世からのそういう情力、私たちあるんです。でも私たちこれまだお粗末な、仏教に対してはまだお粗末なところもありますから、これ仏法に向けてよりね高めていくには習得情といってね、さらに訓練によってできますからということで、習得情、修行によって、ね、聴聞によって、日々の、努力によってこの集中力を高めることもできますと、ね、これからね教えをしっかり聴聞して実践することを通して、ね、修行によって納めることによって得られて、これから得られていく情、これはこれからの種まき、後天的なものね。こっちは先天的なもの、今までの種まきによる情力、それをプラスね、これからの修行によって、ね、聴聞によって求道によって得られていく、これによって情力ね、心を集中する力も高まっていき、ね、情根も減らしていける、根人も減らしていけると。まずは意識の状態でこれをなくしていく。これをなくせればこの世は一応幸せになりますから、まなしきまで解決できなくてもね、意識の状態でこの8つの大随煩悩は一応抑えることはできますから、仏教ではね、これ8つの大随煩悩はまなしきの、まなしきに働くこの煩悩はちょっと時間かかりますけども、意識で働くこれ8つの大随煩悩は服するといってね、働きを抑え、表に出ないようにすることができると、こう説かれてますから、ね、まあ、そこは私たち根性でもできますし、努力によって十分苦しみの解決はできますので、まずそこを目指すのが仏教ですね。でそれができた人に今度は初めて今まで気づかなかったマナ式の心が、ね、問題になって、マナ式にも働くこの大随煩悩の克服というのがこの後始まりますけどね。まずこの世を幸せになってからですけどね。はい。じゃあこれでね終わりたいと思います。